空気爆発バーンブレイバーンガスパロボ DD に期間限定参戦、ショートシナリオイベント私のように熱く叫び、戦うのだは4月19日から開始です。シナリオは半元様のご監修を受けておりますので、流暢に喋り出す前のスペルビアのセリフピガガガ、などがどのようなテキストなのかわかります。ストーリーは原作6話、オペレーションアップライジングの最中から始まります。その後、ブレイバーン&イサミ、スミス&ルル、スペルビアガスパロボ DD の世界へ転移します。スパロボ DD の本編シナリオをプレイしていなくても、雰囲気はある程度わかるようにしています。他の参戦作品をご存じなくても、イサミやスミスの視点で突然知らない世界へ放り込まれて困惑する感を味わっていただけるかと。ぶっちゃけ、スパロボ DD 本編シナリオ関連の説明は踏んで流していただいても結構です。バーンブレイバーンの OP 主題歌は、今回の期間限定参戦中、ショートシナリオイベントの特定のシーンでのみ流れます。ゲーム中にブレイバーンが戦闘すると常に OP 主題歌が流れるわけではありません。バーンブレイバーンのショートシナリオイベントはスパロボ DD 本編シナリオ参照パート11最終話の続きですが、独立した短編でもあります。シナリオは私が書きましたが、バーンブレイバーン原作をご覧になった方々に楽しんでいただけるかどうか、戦々恐々となっております。待ってました。告知やっと来たね。4月19日、金曜か。ギリギリ宣言してた4月中旬参戦だぞ、イサミー。ブレイバーン金曜日からか。いよいよブレイバーンがスパロボに来るのか。なかなかカオスな状況になりそうだが果たして。天井分の石なしで返せるほど俺の勇気は爆発しとらんのだ。おとなしく復刻まで待つかな。ブレイバーン来ちゃ、そんでスケジュールに記述じゃない情報がたくさんある。ブレイバーン19日からか。そしてスパロボ誕生日イベントにゴールデンウィークイベント、山盛りすぎんだろ。イベントを重ねるなってのく、運営。ブレイバーン思っていたより早い、スケジュールのお知らせが初めて役に立った。どんだけこの運営のスケジュール管理信頼されてないんだ。まだもう少し先なのかなと思ってましたので、キープしていた石全ぶっぱします。おじさま&ルルも来るなんて、楽しみで仕方ないです音符。もう明日にはガチャの事前告知が来る。支援はある？なし？青徳のピックアップは？不安と楽しみとが入り混じる。ブレイバーンの参戦、日程的にスパロボ DD 誕生記念とか特別ログインボーナスとかのキャンペーンと重なる感じ？じゃあクリスタルもうちょっと上乗せできるかな、ドキドキ。ブレイバーンガチャ、必殺、ブレイブ前、支援、勇気爆発、ルル、支援。待たせたな、イサミ、支援。イサミー、そろそろだよな、イサミー。とかかな？スパロボ DD 参戦するのはブレイバーンとイサミとスペルビアだけでなくスミスとルルも参戦するのか。よかったな。タイミング、アップライジングの最中か。スパロボ DD 世界戦に行ってから生存者を探すムーブしてスミスの脳をまた焼くのかな。ブレイバーンのストーリーってイベントの方じゃなくてメインのストーリーの方なの？ DD 最新シナリオの裏側同時進行の話になると言っていたような。ブレイバーン6話の段階で DD の世界に迷い込む？ 6 話時点でワープするってことは、ボーンファイア前のイサミがまた見れるということか。助かる。スパロボ DD 世界戦、知ってる未来から外れたブレイバーンがどういう言動をするのか気になりすぎる。ヒーロー前として敗走。スパロボ DD ブレイバーン、オルトスとか劣化とかライノスとか出てくれてもええんやで。佐竹隊長の2丁持ち劣化とか出てくれ。スパロボ DD 始めましたブレイバーンコラボ目当て。とりあえずロケットパンチでアシュラ男爵殴ったとこまで。ブレイバーンに会う準備しなきゃと思ってスパロボ DD 入れてチュートリアル進めてたんだけど、用語もキャラも全くわからねえ。ブレイバーンのイベント、どのくらいの戦力があればクリアできるんだろうか。新規でも少しプレイして育成すれば大丈夫なレベルだとは思う。ブレイバーンは金曜日からか。必殺発動前に5とか勇気自動発動ぐらいのことはしてきそう。ブレイバーンさん来るの意外と早かったな。盟友大張りの最新作で終了直後の話題作だからグリッドマン並みに性能盛られると思うからよ。ブレイバーンの大きさは 10M もないから下手すやポストデビルマン、オスカーにってことか。KMF やアーマードトルーパーよりは大きいけど人の話を聞かない性格だから速そう。スピードは 625-700 ってところか。ブレイバーンは設定的には S サイズだと思うんだけどスピードは625のままだろうか。うっかりスピード上がるオーブとか来て、シャアと同じスピードになったりしたら対決戦でいきなり使えそうだが。対決戦は22日から、ガチャ返すかどうかわかってるよな？っていうスケジュールブレイバーン、スピード700、下手すやそれ以上、自前闘争心、覚醒精神持ち。ブレイブザン、2悪覚醒、発動時に勇気。ブレイバーンを持つ人と持たざる人で対決戦を分断するつもり、とか？果たして、Y は制圧中なので、ぶっちゃけブレイバーンに欲しいアビリティは勇気発動でも割り込みでもなくて、自前覚醒と覚醒技と圧倒的な防御力とデバフ無効とリジェネ、
そして排尿みたいな攻撃、命中時脱力、強欲。週末開始って新規さんに思う存分リセマラしてってこと？お祭りなんだから性能とか外れ枠とかで慣れさせるのはなしでよろ。新規の人大丈夫かな？まず天井分の石は配られないし、せめて1周分700国配布はあるのかね。ご新規さん、ブレバン OP 主題歌はとりあえず期間限定参戦中は特定のシーンでのみ流れるらしいのでご注意ください。戦闘中常には流れません。ブレイバーンがいよいよ参戦するけど、ログイン不備が解決していないのがすごく不安。最近 DD を始めた人をちらほら見るけど、実際に参戦したらもっと増える気がする。致命的なバグがある状態でログインできない人が続出して大炎上にならないだろうか。判件元にも迷惑かけるし。ブレイバーン目的でスパロボ DD 始めた人へ。人権得るために私も月によろず3万費やしてもエンドコンテンツついていけなかったので、今から課金するのはガチでおすすめしません。勇気爆発版ブレイバーンがスパロボ DD に期間限定参戦、ショートシナリオイベント私のように熱く叫び、戦うのだは4月19日から開始です。ご視聴ありがとうございました。